こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。本日個展、ありがとうございます。こちら、増山玲奈個展フューチャーヘッドという個展がですね、豊田市民ギャラリーで、25日まで開催しておりまして、そちらの会場よりお届けしております。素晴らしいゲストの皆様にお越しいただいておりますので、ご紹介させていただきます。まずはアーティストとして大活躍中、宇宙アートを制作されておられます山谷美紀子さんです。もう素晴らしいエネルギーですよね。もうエネルギーいっぱいいただいております。今本当になんかね、アートに触れると私本当元気になるので、特にもう玲奈さんがすごいエネルギッシュな方じゃないですか。なんかもう作品からも出てるんですよね、エネルギーが。多分いらっしゃらなくてもこのエネルギー感じると思うので、ちょっと元気をいただいて、疲れ切ってるので私今現在ね。で、あとホテル猫にも、出演さ来ていただける作家さんですので、当日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、続きましては八王子で、プロ、ビリヤードとプレイヤーとして、活躍をされておられます、町田忠さんです。よろしくお願いいたします。日本プロビリヤード連盟の、町田忠と申します。一応世界選手権で2位に1回なったことあります。世界選手権で2位ですか。はい、だいぶ昔なんですけど、はい、今でも一応現役でやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、いや、増山玲奈さん、はい、もう素晴らしいですね。もうこういうところの活躍も映画監督ですよね、これからね。はい、まあ撮影とかいろいろあると思いますけれどもね。はい、あと今日は個展のね展覧会も見させていただいて、素晴らしい作品をいろいろと見学させていただいております。ありがとうございます。本当にね、意味が深い感じでね。そうですか。自分はですね。書きながら実はこう意味が分かっていないんですよね、何かに突き動かされながら書いているような、感じでですね、コンセプトをカチッと決めて書き始めるというよりは、書いてる時の記憶がないぐらいな感じなんですよね。なので、まあ、それぞれの作品ご依頼いただいて、テーマが決まっているものはもちろんそういったテーマでということなんですが、その自由にアートとして書き始めたら、自分でも次何色を持ってくるかわからない、どの形を持ってくるかわからなくて、普段日常で使っている脳じゃないところで考えている感じなんですよ。とてもわかります。はい、正確ですか。なのでなんか私の作品なんだけど、私じゃない人が書いたような。宇宙人ですからね。もうね、宇宙人に操られてるんですかね。宇宙人なんで。コンセントレーションに入ってこう自分のゾーンに入ってるんですよね。それはね。おそらく自分のというよりは、美智子さんともこういった感覚をね、お話ししたいなと思ってたんですけど、巫女さんみたいな感じなんじゃないかなと思うんですよ。で、その巫女さんはそれぞれの、神社だったり、いろいろな宗教によって違うかもしれないんですけど、何かこう大地のリズムみたいなものにサーフィンするみたいな。なるほど。はい。そういった感覚がありまして、そういったこう周りのね波動を感じながら、はい、ということで、普段そこまで飛んじゃうと日常生活破綻しちゃうので大変です。はい、私にとってはこうアート、キャンバスを前にして、ここなら自由にできるっていう瞬間はすごい開放感があるんですよ。なるほど。もちろん映画もアートではあるんですけれども、映画はこう生きてる人と一緒に作るので、あんまりブラックなことしたら逃げちゃうしね、そういうここは一般人として日常の感覚とか持っていないといけないんですけれども、アートの場合はそのなんかタガを外しちゃっていい感じで、なので私にとってはなくてはならないものというか。はい、自分の原点というか、そういった感じになります。自由ですね。つまり自由にフリーになるわけですね。心もすべて。はい。実はこのアートの制作がしばらくできてなかった時期があって、そこをもう一度扉を開けてくれたのが山谷美智子さんで。あ、そうだったんですか。フラワーガーデンですかね。そうなんです。おお、そうだ。そうでしたか。311の後に私は映画制作を始めて、最初はドキュメンタリーとかが多かったんです。で、原発のことだったりとか、ジャーナリズムみたいな形で取材をしながら、それを、フィルムに、まとめていくという作業をしてまして、そういった作業ってやっぱりアートを描くのと全然また脳が違うんですよ。もちろん実際生きておられる方の取材をするから傷つけちゃいけないし、その背景にあるものは何だろうとか、すごく文字で考えるんですよね。で、こちらばっかり使ってたんですよ。で、ある意味ちょっとこう絵を描く脳が筋トレをしてなくて、怠けてしまっていて、その時に美智子さんにお声掛けをいただきまして、お台場のフラワーガーデン店にお声掛けいただいて、すごく蘇った感覚がありました。嬉しいですね。本当に改めて美智子さんに感謝したいなと思っております。嬉しいです。この言葉がもうね、あとコーディネーターとしての最高の言葉ですね。もう本当にもう酸味というか、私はあの時辰野さんってオーナーギャラリーなんですけど、やりたくなかったんですよ。途中でキャンセルしようと思ったんですよ。だってあの場所ですよ。しかも作家じゃないですか。やったことないんですよ、私。コーディネーターも突然この仕事じゃないですか、できないってお断りしたんですよ。そしたら「できるから」って言われて、いや、それでその当日搬入の時、私めまいになって自律神経持ってるのに病でひどくなってしまって、バクバクしちゃって過呼吸とかあって来れなくなっちゃったんです、会場に。で、みんな大騒ぎです。あの当日主催者がいないじゃないですか、作品持ってきてるのに、いないいない、本当にこれ開催するのって大騒ぎになってしまって、会場が。で、ギリギリ行ったんですけど、5時前に。もう大変でした、ブーイングが。そうだったんですか。でも、そう、実は言わなかったんですよ。全然知らず。でも言っちゃうと、なんでこんな人、頼りないと思われるの怖い、嫌じゃないですか。こんな体調子悪い人に任せるの嫌だなって思われちゃ嫌なんで、頑張って。で、2回、3回、いつの間にか4回目なんですけど、コーディネート実は6回目になるんですね。実はいつの間にか、1枚のギャラリーにも出ましたよ、銀座の。あと、マレーシアのジャパンエクスも出ましたので、そうこうして今回6回目で、ちょっと慣れてきますよね、慣れ。なんか、慣れてくるわけですよ、この波動で。今、一番ワクワクしてます。今回が。こんなコロナウイルスの中なんですけど、このコロナウイルスの中だからこそ私意味があると思うんですね。作家は書き続けてきたい、この中でもって。すごいでしょうって、アートのアーティストのエネルギーでって。それを発信していこうと思ってます、ポスターも、今回は。皆さんの作家さんの顔を全部出そうと思ってるんですよ、ポスター。この人たちがって、このコロナウイルスの中でこんだけ活動して書き継いできたんですよって、ぜひお立ち寄りくださいということを発信していこうと思います。11月の3日までですね。はい、ぜひお越しいただけたら、美智子さんがこう選ばれたアーティストの方、周りにいらっしゃる方、皆さんすごくいいエネルギーを持ってる方で、さまざまなタイプのアートがあるんですけど、いろんなアイデアを発見したりとか、いらっしゃる方によって受け取るメッセージが違うと思うんですけど、すごく刺激を受けます。そうです。古典と違う、また違った刺激ですよね。いろんな作家さんがこうコラボしてるっていうか、音楽の更新曲、交響曲向いてるんだと思うんですよね。もしかしたらね、私は危ないですよ。やばいもされて、ご自身もアーティストでいらっしゃるんですけど、皆さんをこうまとめていくっていうか、そういったのがすごく向いてるんじゃないですか。っていうか、他のことはまとめられないんですけど、アーティストはほら自分の作家なので、気持ちがわかるわけですね。自分の作家なので。気持ちが分かるので、逆算してお伝えできるので、そういった意味で皆さんこううまくこうね、段取りが1ヶ月半ぐらい前です、決まったのが。そうなんですよ。全然こんな急にって言われたんですけど、大変でしたね。だから来年からは、次からはもう毎年やっていこうと思うんですね、今の時期に。で、皆さん計画立てるじゃないですか、レナさんにとっても。皆さん全員が来る人も準備もできるし。今回はちょっと反省して、まあ来年からは毎年同じ時期に開催していこうかなと思ってます。そうなんです。しかしここでこうね、聞いてる方もちょっとよくお分かりになってない方もいらっしゃると思うんですけど、宇宙アート研究家って言ってましたよね。そうです。宇宙アートって研究家なんですか。そうですよね。まあパッと聞いてもね、えみたいなね、こう感じになると思うんですけど。私、マシャンさん、めぐみ西さんのラジオでも言ってましたけど。そうそう、言ってましたね。その前にも言ってた。あと、研究家って、なんだろうな。研究家って、ネーミングが、まあ、レナさん作られたようなものなんですけど、テーマとしては、うん、テーマとしてはすごい大きいですよね。大きいです。大きすぎますよね。宇宙って無限ですから。体こんなちっちゃいのに。いやいやいや。まあ、体、まあ、人間もね、ある意味ね、こう、中身は無限だったりするかもしれませんから。そうです。無限ですね。一つのことをやり遂げる自体で皆さん宇宙エネルギー持ってらっしゃると思うんですよ。なるほどね。なければやり遂げられないと思います。人間のエネルギーって知れてるんですよ。正直言って人間ってやっぱり、宇宙からのエネルギーがないと物事が大きなことできないです。宇宙から受け取るわけですか。いやもう私は巨大 UFO と出会ってる人間なので。巨大 UFO と出会った。そして吸い取られそうになったんですよ。その画像が検索して出てきました。吸い取られた画像が私じゃないです。他の人が。画像を上げてるんです。同じ体験をしたんです。それが出てました。どんな状況なんですか？もう巨大 UFO ですよ。巨大ってどのぐらいですか？いやもう眩しくて目が開けれないぐらいのものが上から飛んできちゃったんです。UFO って光ってるんですか？ゴールドです。その映画では見ますけどね、未知とも遭遇でしょ？ありますけど、あれ実は本当に5年間黙ってたんです。でも遭遇してから。怖くて言うのがおかしな人ってこれアーティストって変なことして結構多いじゃないですか。いきなり言うとね。だから私もそうやって思われちゃ嫌だなと思いまして、ずっと家族にも誰も言わないで黙ってたんですけど、ある人突然言ってしまったって UFO が好きな人がいたので UFO の話になったので実は言っちゃおうかなと思って言ってブワーって広がって、それから瞑想して絵が描けるようになったんです。2年間描けなかったんです。絵がガラッと変わりましたね。ガラッとです。その美智子さんが UFO に出会う前とその後の絵両方個展で拝見をさせていただいたんですけど、全然違うんですよ。ああ、そうですか。全くです。じゃあ物のこう考え方見方こう変わってきたというか、それを機会に。宇宙ってつまり愛なんですね。大きく言えば愛。なんか愛がどっぷり入った感じで、穏やかな自分になったんです。穏やか。こんな穏やかじゃなかったんです。本当に。そうなんですか。本当ね、リナさんね、今出会ってよかったですよね。なんだろう、宇宙って。トゲがあって、トゲだらけだった。トゲだらけだったんですよ。このトゲが全部宇宙の光が取ってくれて、全部抜いてくれたみたいで。はい。そうなんですね。やっぱりこう広い世界だからね、こうおおらかな気持ちなのかな。なるんですね。よくわかんないけど。全く変わっちゃったんですよ、自分が。で、なんか物事あって昔でしたら、イラッと来たりとか。カッときたんですけど、今は、あれ待てよ、あ、こういうことか、あ、まあいいかって、そんななるように。前はちっちゃいことをガタ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 言う方結構いるじゃないですか、たまに。こんなちっちゃいのにバタ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 。そういう自分だったんです。だから気持ちがすごくちっちゃい人間だったんです。やることはやってきたんですけど、まあ私も管理職とかやってたんでね、もうずっと上に立ってたんですよ。それからイライラしてて、いつも。もうとにかくなんか嫌われてる人でいつもブツ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 もう不満ばっか言うし、でもそれがなくなりましたね。全く宇宙のおかげでなんか自分が変わろうと思ったんじゃないんですよ。自然となんです。まあいいかって。なんか地球人の目線から見てると会話が成り立たないぐらいな不思議な存在としてこのキャラクターも作り上げようかなとか。なんか美智子さんのアートの世界観にかなり私影響を受けてまして、今度の「歳堂の方」なんていう新選組の映画を作るんですけど、これ新選組映画なんですが、実は宇宙の映画なんですよ。で歳堂さんの方なんていうのが宇宙の隕石でできた刀なんですよ。そうなんですね。そうなんです。なので刀そのものにこの宇宙の波動みたいなものがあって、それを使う人たちの、使い方によって雲が切れたりとか、火を切ることができたり、人を呪い殺したり何でもできちゃう刀なんです。呪い殺す怖いですね。その魔術の刀が出てくるんですけど、今まで私アーティストでぶっ飛んでると言われつつも結構どっかまとまったんだけど、なんか美智子さんと出会ってなんか最後の扉を蹴飛ばされたみたいな。あれでこの絵で。はい。だからアーティスト同士の関係って面白いですよね。面白いですね。感化受けるんでしょうね。はい。感化受けてます私も。こんな活動的になっちゃって。よくその岡本太郎とパリでねいろいろな芸術家と交流をピカソと交流したんだっけ、なんかそういったのあるじゃないですか。だからそういうことが今この時代の日本にも起こってるのかなって、うん、あ、ちょっと私たちの話ばかりしちゃったんですけど、うん、いやいや、わかりますよ。岡本太郎ね、確かにピカソの影響を受けてるなっていうのは、ね、はい、感じますよね。そうですね。うん、原めぐみさんとの出会いもね、すごくインスピレーションをいただいて、町田さんは、原めぐみさんとも、はい、ラジオ番組を、はい、ずっと、活動されてるということなんですけど。5年と、半年ぐらい経ってますね、始まってから。そうなんですか。はい、結構な長寿番組になってますよ。私もこの間出演させていただいて。そうですかね。10月のね、6日でしたよ。はい。すごく楽しく出演させていただきました。では町田さんのおすすめの曲ということで、原めぐみさんの「涙のメモリー」お聴きいただきます。プロデュースされた、映画の作品に。そうです。僕が監督しましてですね。監督ですか。監督と、はい、その脚本と、はい、まあすべて僕が監修しまして、はい、それで制作された DVD で、内容的にラブ&コメディ、ラブコメの、はい、ドラマをですね、見ながらですね、見ているうちにビリヤードが自然と覚えられる、楽しく覚えられる。まあそんな感じの DVD 作ったんですけども、まあそれでですね、原めぐみさんにも出演していただいて、はい。で、主題歌をですね、めぐみさんにまた、歌っていただきましてですね、それがまあ、ときめきシーズンオブラブというようなことでですね、で、まあこの DVD をですね、また今年はですね、コロナのね、関係でいろいろ何もできなかったんですけど、はい、来年はですね、また制作しようと。また監督をされるんですか？監修ですね。はい。で、いろいろな種類の、まあ、ビリヤードの DVD 作ろうと思いまして、はい、まず4本ぐらい、予定してます。すごい、素晴らしい。会社はですね、日本リーガルと言いましてですね、はい、これからシリーズしていくところなんですけど、内容は、はい、ここで言いたいところなんですけども、ちょっと今のところまだ秘密で、まあ、来年から制作に入って、また、はい、頑張りたいの。それで、司会アシスタント、はい、また、原めぐみさんにやっていただくと。名コンビですね。というのは、原めぐみさんはね、はい、33年前に僕知り合いましてですね。33年前ですね。随分前ですけどね。はい、人で一体何歳なんだよ、という感じなんですけどね。20代なんだけどね。気持ちがね、20代。実はね、NHK の教育テレビで、はい、趣味講座、ビリヤード入門っていう番組がですね、はい、そこで半年間ぐらい放送されたんですね、全国に。はい、で、その時に、僕の師匠がですね、監修してまして、小林信明プロっていうの方がね、監修してまして、で、司会アシスタントが原めぐみさん。そうなんですね。当時、原恵理子と名乗ってました。はい。で、僕も一応師匠の弟子でですね、はい、3回ほどゲスト出演させていただきまして、それ以来、めぐみさんとはですね、まあ、いろいろ撮影に加わったりとかして、お仕事でお世話になって、で、彼女引退してからですね、だいぶ長い時が経ったんですけども、また10年ぐらい前に、芸能界復帰されたのでね、はい、それでまたひょんなことでこう再会して、そこから、再会してからラジオを一緒にやるようになって、はい、まあ今まで散々お世話になってましたよね。はい。まあそんな関係でですね、来年は、まあ引き続き DVD でまた、頑張ってみようかな。まあこんなことで、やっておりましてね、まあ、映画のね、監督目の前にしてこんなことを。だからね、一応いろいろ勉強してんですよ。業界用語辞典っていうのを自分で作ったりとかしてね。そうなんですか。読ませてください。そう、面白いです。業界の用語で、この辺バミっといてとかね、この辺笑っといてとか言うじゃないですか。はい。だから、そういったね、専門用語を、いろんな周りの、映画、撮影関係の人と話が合わせられるように、自分で辞書を作っちゃえば分かるようになるなと思って、自分で辞書を作ったことあるんですよ。真面目で勉強家でいらっしゃいますね。やっぱり世界になるっていうのがその とてもすごい努力家でなんだなと思って。今度お見せします。でもほとんど分かってらっしゃるでしょうけどね、玲奈さんですからね。ですよね。今更ですからね。今更ですけど、でも見たいかもしれませんね。はい。どんな感じか。原めぐみさんとの友情も33年前からということで。33年前からでね。山谷さんは、美智子さんはいつからめぐみさんとつながりがあったんですか？私3年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前ですか？そうなんですよ。うん、この間もランチ会を2回ぐらい来ていただいたりとか。そうなんですね。まあ普通の、もう一般のめぐみさんとも知ってますので、普通の。普通っていうか、やっぱオーラが違いますけどね。こうやって来るオーラ。あの人もなかなかのオーラ持ってます。オーラ持ってます。違いますね、やっぱりね。綺麗だけど、綺麗なだけじゃないんですよね。独特なんですよ。なんか多分アーティストなんだと思うんですよ。遅れてこられた表現者として。常に写真を撮られるときはモデルとして、でもトークを話されてもやはり一流というか、どこ切り取っても表現になっちゃう、すごい方ですよね。なんかカメラ向けると急に変わるんですよね、パッとこう、チェンジがすごいなと思って、いつも感謝するんですけど。今度、映画、歳三の刀では、アイヌ人の女性役を演じていただくので、こちらもぜひ皆様、新しい原めぐみさん像を楽しみにしていただけたらなと思います。あ、それ楽しみですね。ロシアと日本の合作映画。はい、そうなんです。来年の2021年の春、桜の時期に撮影開始予定なんですけれども。撮影開始予定が来春で。はい。春に日本での撮影、そして秋にはロシアでの撮影をして、再来年の6月完成予定を目指しています。再来年6月に完成。時間かかりますよね。やっぱりまあコロナでちょっと遅れたっていうのもあるんでしょうけどね。はい。ある意味ちょっとコロナで遅れて気持ちの余裕ができたっていうのは良かったですね。いろいろ見直しもできたかもしれないですね。はい。この間も英国博物館の日本館の学芸員さんが刀の研究家なんですよ。刀の研究家。はい。で、アドバイスをいただいたりして、時間ができた分、いろんな出会いがありまして、表現が深まってるという感覚があります。はい。だからやっぱコロナって意味があるんですよね。はい。本物の方が集まってくださって、先日もオーディションを今してるところなんですけど、600名の方ご応募いただいて、そう、めぐみさんのラジオでもね、告知させていただいたおかげだと思うんですけれども、本当に一流の方々が集まってくださって、歌舞伎界で60年舞台を踏まれてる大先輩ですとか、歌舞伎界で、はい、いろいろな方が来てくださって、逆にこちらが勉強させていただいてるんですけど、なんかみんなの遊び場を作れるっていうのは本当にワクワクしますね。はい、いいですね。この遊び場ってこともまたいいですね。感覚が。そうなんですよ。頑張るっていうのは遊ぶ楽しむなんですよね。楽しむ。そういえば最近、ちょっとお話変わるかもしれませんけど、玲奈さんの娘さんすごいですね。そうですね。何か、活躍されてて。あの方もですね、あの方ってこともないけど、朝もね、朝7時に起きて今日はどこ撮影行こうかなとか言って、練馬区の方に今日は撮影に行ってましたけど、練馬区？はい、動物写真家として、アイシャさんというね、中学生動物写真家、をしてます。娘がいます。で、今度は、美智子さんプロデュースの、お台場での、ギャラリーの、フラワーアート展にも。あれにも、名前ありましたね。はい、娘も、作品を出させていただくんですけど、毎日新聞の子供新聞で、毎月連載が始まったり、で、これから14000校の小学校に、娘の写真の壁新聞みたいなのが、貼られるそうなんですよ。ああ、そうなんですか。うわ、教育の場でね、すごいですね。なんか天才を持ってるね。いや、なんか私超えられちゃって、いいですよ。今度、日野市で娘の個展があるらしいんですけど、日野市の企画のやつがあるそうなんですけどね。超えていいんですよ。で、ママのことも言っといたようなんで。逆に。そうですか。うちのママ、土方さんのお母さん。逆に宣伝してたからね。映画撮って天然理心流監督なのに稽古も出てって、ちょっとママのこともよろしくお願いしますって言っといたからなんて言われちゃって。いいね。頭が上がらない日々で。年いくつでしたっけ？まだ若いじゃないですか。14歳です。14歳ってまだ中学生ですね。この個展会場でポストカード置いてるじゃないですか。入り口のね、看板で。そしたら、増山玲奈さんって、娘さんいますよねとか言われるんですよ。はい、この間、広報日野という日野の新聞みたいなのあるんですけど、その表紙が娘でね。だから、なんか娘のお母さんですね、みたいな感じで。ただ思うのはですね、新しい才能が伸びていく、お手伝いをするというのはすごい楽しいですね。そうですね。これからが、あるというか、なので自分の娘もなんですけど、自分の周りからいろいろな才能がある方が発表していったり、巣立っていったり、成長したりっていう、そういうワクワクとドキドキの、そういった連鎖みたいなものが作れたらいいなと思ってます。いやね、楽しみですね。もう将来が本当希望に満ち溢れててね。はい。で、動物、今のところ専門の写真を撮ってらっしゃるんですね。そうですね。まあ、可愛いね、写真も多いんでしょうけども。鳥が多いんですよね。はい、それも。鳥さんが一番難しいですよ、一番鳥って。鳥は動くでしょう。動体視力がすごいですよね。すごいスピードで撮るのと、オートフォーカスじゃなくてマニュアルでそれを追いかけてるんですよ。飛ぶ鳥をね、マニュアルで追いかけるって何ってことなんですけど、なんかやってしまうんですよね。今、14歳で若いからっていうことかもしれないんですけど、動体視力も必要だな。そうなんですよね。ちょっと負けてられないな、大人たちという形で。まあでもね、そういう可愛らしい写真ばっかりじゃなくて、将来的には多分ね、動物愛護とかね、そういう守る方のね、こう役にもこう立っていくようなね、立場にもなるかもしれないですね。ありがとうございます。素晴らしいことですね。はい。本日みちこさんからも曲をおすすめいただいておりまして、こちらの曲を紹介させていただきます。そうですね。はい。ピアノマンレンさんですね。韓国の方なんですけどね。はい。韓国のもう本当に私もこの方の音楽で元気にさせていただきました。내 눈에 담아줘 그대를 본 순간부터 바보가 되네요 준비한 말만 왔는데 これからですね、来年に向かってですね、皆さん希望を持ってですね、明るく、パワーを、宇宙からのエネルギーも受けながら、ということでね、皆さん頑張りましょう。ということで、よろしくお願いします。はい、そうですね。まあ、町田さんと同じような内容なんですけど、まあ、コロナになったってことは、まあ、試されてるってことで、悪いところばっかりしておくんじゃなくて、コロナのこの時間があったからこそできたこととか、自分を変えたことと感じ取れたことってあると思うんですね。いいことばっかりだと人間成長しませんので、こう辛いこととか悲しいこととか、あった頃こそ考え方を変わったりとか、こうしようああしようっていう考えも生まれてきたこともあると思うんです。私もそうやってアートとして、ほんとずっとアーティストとして、もう一生やっていこうって、もう逆に思いましたので、はい、そんな意味で、逆にコロナがあって、ああもう悪いことばかりじゃなくて、あこういうことを経験してよかったなと、私は逆に思うような結果を作りたいなと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。本日は宇宙アーティストの山谷美智子さん、そしてビリヤードプロの町田忠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この放送は音楽マッキーリズム株式会社アーシン株式会社 KYI 一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。10月30日から11月3日まで台場のグランド日光ホテル3階ギャラリーにて増山玲奈、山谷美智子参加の展覧会フラワーアートガーデン展が開催されています。31日土曜日の午後3時からロビーカフェにて増山玲奈と芸術お茶会、カフェ代5000円ということで開催いたします。ぜひ皆様遊びに来てください。